めく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら
こんばんは。グランゼーラの集いにお越しいただきありがとうございます。この番組はゲーム会社グランゼーラの日々の活動や開発の遅延状況を皆さんにご報告する番組です。私は進行のグランゼーラゲーム責任者の九条と申します。よろしくお願いします。すいませんね、ちょっとバタバタしてまして、いつものことですけど、はい、ちょっとだけ落ち、なんか僕ちょっと傾いてるとか偏ってないですかね。場所が真ん中にいないですよね、あのワイプの中の、はい、あ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ユキは大丈夫ですか？ユキはね、大丈夫です。あの一時ね、まとまって、初めてまとまって降ったんですけどね、もう2日3日するとなくなってたんで、まあ、今はもうちょっと駐車場の端っこに積んであったりはしますけど大丈夫です。安定の小ささ、今年最後の九条さん、こんばんは、ありがとうございます。年末やぞ、はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと水飲みます。皆さんもあれですか、休みに入っておられる方と仕事の方はいらっしゃると思うんですけど、休みの方結構いらっしゃるんですかね。もしかして半袖、冬なのに、いや一応ねまくってますけどね、ただね T シャツだけでいるのは間違いないですね、はい。あ、クリスマス頃大雪降ったけど、ここ1週間は暖かくて、あ、そうですね、実際そうですね、溶けましたね、はい。ね、仕事納めね、昨日だったんですよ。前回ね、29日の配信の日まで、あの営業日だから29日に配信しますって言ったんですけどね、その後ね、担当ディレクターが勘違いしてたことが分かってね、昨日までだったんで、だから今日はあの休日出勤してるスタッフと、この番組のスタッフだけが来てる状態ですね。あ、休みはないです。あ、今日仕事納め。昨日のとこ多いですよね。取引先でも昨日までっていうとこ多かったんで、はい。休日期、僕はね、仕事がね終わってなくてね、2日ぐらいまでかかりそうです。で、3日に正月休み取ろうと思って、もう3日に絶対取ろうって決めてるんで、まあ、それ目標に頑張りますけどね、はい、はい。じゃあちょっと巻き出てるんで、進めますね。
今日でも僕本当はこうずっと喋っときたいんですけどね。あ、ワンフェスの準備で必死です。大変っすね。はい。あ、Rタイプ休みです。Rタイプタクティクス楽しんでやってます。あ、前の昔のやつやってくれくださってるんですね。はい。休日出勤手当は出るんですか。あのね、これちょっと言い方間違うと炎上したんですけど、あの基本的には私以外の人は出ます。いいですか。だからそういう面ではそんなにブラックじゃないんですけど、私はちょっと会社との契約が、あの雇用契約じゃないんで、その代わりまあ出勤したい時に出勤するっていう、まあ、契約になってるんで、あの私には出ないですけど、私には出ないですけど、別にそれであの同情を引くとかじゃなくて、まあ、やりたいようにやらせてもらってるんで、基本的には出ますね。はい。あ、人もいないことだし出現し放題や。まあいても出現し放題ですけどねとか言って、全然みんな笑ってない。笑ってる。笑ってないかと思ったら笑ってます。はい。じゃあちょっと本当に怒られそうなんで、今日の番組、あ、ありがとう、変坂マンさん、ありがとうございます。温かいもの、あ、ありがとうございます。コーヒー飲みます。ん、なんかね、番組ディレクターが全然別件で、それ合ってるんですか。ちょっと見てもらってください。ホルダーが合ってるか見てください。すごい、番組中に。はい。では、今日のプログラムのフリップを。はい。今日の番組の内容です。前半はですね、ゲームの最新情報と活動報告ということで、R タイプファイナル 2-3 イボルブドの、更新情報。ね。そして、タクティクスの、ちょっと番組中に、いや、それはダメですよ。それ番組中なんですけど、それもダメですよ。いや、そのシリーズはダメですよ。番組中に、ちょっと見せてもらっていいですか。すいませんね。ちょっと番組中に、社内、こんな、いいけど、これ、わからんかもよ。権利表記入れてください。はい、すいませんね。こんなんあるんですかね、番組中に画像の確認来てますけど。はい。あ、正月持ち台ありがとうございます。藤崎さん、はい、なんか今日いつもより字が読みにくいのは年のせいですか。あ、サイドビューゴルフ購入しました、ありがとうございます。サイドビューゴルフ、いや、このね、番組の方、あんまりね、サイドビューゴルフ興味ないやろなと思ったんですけど、私がちょっと権限でねじ込みました。はい。スイッチ版だけ、そうなんです。今、スイッチ版だけなんですね。はい。揉めてますね。揉めてますよ。この番組直前まで揉めてたんですけど、始まったら僕、自分の世界に、皆さんとこう、やりとりする世界で、守られてると思ってたら、こう始まってからも確認来るんで。で、R タイプタクティクス 1-2 コスモスの、まあ、発売時期のお知らせ。これがね、まあ、早速言い訳ですけど、あ、TMF タイプさん、もめさんいつもありがとうございます。年越しバイドルゲンです。ありがとうございます。これね、まあ、先に言いますよ。発売日のお知らせって書くべきでしょ、本来。僕もね、発売日のお知らせになってると思ったら、発売時期のお知らせになってて、もうぼかしにかかってる。ですね。はい。で、サイドビューゴルフ更新情報。まあ、これは、まあ、ちょっとそうですね。はい。で、重大ニュースと実況動画予告。っていうことで、でもう巻き出まくってますんで、で、後半が質問コーナーと、告知と次回予告ということになります。では、早速最初のコーナーに行きましょう。はい。R タイプファイナル 2-3 ボルブド12月号。もったいつけてますけど、はい。ですね、ちょっとやっとの、これもう早速お詫びが、バージョン 2.0.2 って書いてあるんですけど、わ、これすごい、情報が全然足りてないですね。
あの PS5 版はバージョン 1.0.5 です。で、あの同時に配信しますんで、これ見てね、あ、なんか PS5 版関係ないんかって思わないでくださいね。これ書き忘れてるだけです。はい、プレイヤー機体ヘクトールとパトロクロスね、パイロットコスチューム、 T シャツ、パーカーを山のように入れましたので、で、パイロット画面配置用アイテム、ハンモックとバーベキューグリルと、あの 砂浜のお城が入ってます。このハンモックとかね、どういう脈絡なんですかね、バーベキューセットとかね、はい、が配信されます。まあなんか偉そうに配信されますって言ってますけど、もうこの話多分去年の今年の夏ぐらいからずっと同じ話してたんですけど、ちょっとすいませんね、ようやく配信できるようになりましたんで、はい、ナルキッソスはすいませんけど、ちょっとあの私の使用書が遅れてまして、間に合ってないんですよ。ナルキストスね、あれなんですよ、ちょっと言い訳ですけどね、あのちょっとまあ恥ずかしい武器の名前みたいなのですけど、絶対制裁とか、あの武器のちょっと使用と、あのデコイでね、あのシューティングスターとかになるのをね、なんとかね入れれないかなと思ってね、ちょっと粘ってたらちょっと間に合わなかったですね。はい、ヘクトールの波動砲切り替えはね、あの3種類でしょ、ヘクトール本来は。でもね、2種類にちょっと減らさせてもらいました。というのはちょっと波動砲が似てたんで、タクティクスではそのなんていうのかな、攻撃範囲の違いみたいなのがちょっと意味合いがあったんですけど、ちょっとシューティングにした時にあんまりちょっとその差がなかったんで、ちょっと申し訳ないですけど種類減らしました。で、この機体がでかくて、何かとちょっとめり込んでるかもしれないんですけど、ちょっとご容赦ください。はい、あ、海のフィールド、そうですね、いや海のフィールドはね準備してますよ。そんな準備してますよ、あの以前プレイステーションホームで砂浜のラウンジがあったんで、それをね持ってきてね、あの砂浜が合うようにって準備してたんですけど、ちょっとそれもちょっと間に合わなかったですね。はい、まあ、間に合わなかったばっかりで申し訳ないです。ちょっとすいません、暖房下げてもらいます。暑くなってきた。皆さんも飲み物飲みながら、ああそうそう、ナルキッソスゲーム性が変わりそうな、そうなんですよ。でもなんかね、あのとんでもない、どんな擬態なんて説明を求められるぐらいとんでもない擬態があるじゃないですか。あれをなんとかゲームに入れたいなと思ってまして、はい、当たり判定でかそう、まあ、当たり判定はね、あの良くも悪くも変わらないんで、あの大丈夫です。逆にちょっと当たり判定分かりにくいかもしれないですね。はい、これ、じゃあちょっとあれですね、配信日の説明をします。プレイステーション4と5と任天堂スイッチ、 XBOX については、今日このあと、あれ29日って今日ですよね、の23時、1時間40分後に配信しますが、これ、地域が日本、韓国、台湾、ただちょっと台湾の任天堂スイッチのパッチだけはちょっと1月初旬ということになっております。すみませんね、いつもあの揃ってなくて申し訳ないです。で、Steam Epic Games Store と GOG、 あと Windows ですね、 Microsoft の方はちょっとまあ三が日の3日目という形になってます。3時っていうのは、これは夜中の3時なんですよね、ですよね、はい。で、 DMM の方もちょっとあの遅れて申し訳ないですけど、1月に配信ということになってます。すいませんね、もうなんか本当にギリギリで申し訳ないですけど、こんな感じに
なってます。左下のがあのバーベキューセットです。これは何に使うんだっていう。で T シャツとかあのパーカーと着たいですね。はい。でこれの英語というか SCE ってまあですね、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、中東、アフリカに関しては、PS4 スイッチ、Xbox、Steam、Epic ゲーム、まあ、Steam、Epic ゲーム、噛んでますけど、GOG、マイクロソフトは、まあ、あの日本もアメリカもヨーロッパも一緒なんですけど、1月2日の午前10時。UTC ってこれはあれですよね、標準天文時というかイギリスの時間でいうとこの1月2日なんですね。だから日本の1月3日午後3時っていうことなんですね、これが。はい。でちょっとアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、中東、アフリカに関しては任天堂スイッチ版はちょっと1月のまあ早いタイミングでという風になってます。すいませんね、ちょっとばらついてまして申し訳ないですけど、ちょっと私どもの方であの各あの国のパブリッシャーさんに送るのがちょっと遅くなってしまったんで、こんな感じです。はい。ということでちょっと今日このコーナーではこんだけの情報しかないんですけど、まあ場合によっては1時間40分後に配信されますので、ちょっとぜひ入れてみてください。はい、ありがとうございます。ちょっと休憩しますね。皆さんも休憩してください。なんかやっぱコーヒーにしたらよかったな。コーヒー誰も買ってきてくれないかな。怒られるんですかね。パワハラみたいになるんですかね。誰かちょっとコーヒー買ってこれないですかね。今日あの醜悪な番組ディレクターがなんか席外してるな。隠れて早弁してるんですか。どうなってるんでしょうね。はい。ではスタッフほら呼んでくれてる。コーヒー買ってこいよ。買ってきてほしいな。僕ねあれなんですよ。いつもコーヒー買ってくるんですけど、今日ねもう700ミリリットルぐらい飲んでるんで。まあちょっとこれ以上コーヒー飲んでもなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりカフェインが入れたいですよね。あ、ライトさんありがとうございます。またマレーシアからアップデートやった、ありがとうございます。渓谷のグーミンさんのこれ名前がコーヒーだ。あ、ありがとう。すいませんね。1000円いた大きいですね。ちょっと、まあそうですね。番組ディレクターにちょっと搾取され。どうしてるんですかね。ちょっとコーヒー動きないんですかね。当てにしていい、当てにしてタクティクスのコーナーに行きたかったんですけど。大丈夫ですかね。ちょっと聞いてきてもらえます？すいません、ありがとうございます。通りました。はい。あ、そうですね、冬。あ、そうなんです。冬こそ脱水症状になりやすいんで、コーヒー飲むと逆効果でしょうけど。はい。ではすいません、次のコーナーに、はい、次めくってください。あ、すごい、コーヒー買ってくれてた。熱い、あったかいか冷たいか、いや、もうあったかい
冷たいコーヒーを望んだことは一度もないです、はい、すいませんね、よろしくお願いします、はい、そう怒って出ていきましたよ。はい、じゃあ A タイプタクティクス1にコスモスでね、ちょっともう言い訳ですよ。前回ね、発売日と値段と初回特典とあれもう一個4つご報告しますって言うてたんですけど、ちょっと広報の責任者がね全部言えないって言ってね、ちょっと発売時期だけちょっと先延ばしにしたみたいな話ある。ちょっとめくってもらえますか。すいません、ちょっと2020年早い時期って言ってたんですけど、ちょっと秋になっちゃうそうです。ちょっと展開のあやでちょっと申し訳ないですね、はい、で初回特典も箱絵を用意してたんですけど、ちょっとまだ出さないでくれって話にちょっとうちの広報の人間に言われてしまったんで、ちょっと引っ張るつもりはなかったんですけど、ちょっと情報はこんな感じにしかないんですよね今日。ちょっと英語の方も、英語ないんですか。あ、これ日英共通、はい、ですね。すいませんね、ちょっとこれ本当に、あ、唐揚げ弁当食さんいつもすみません、9月に20日に出ることを聞か、あ、まあそうですね、そうですね、まあちょっとこれはね、どう、まあいいか、この番組なんでいいかな。ね、ぶっちゃけ言うとね、発売日決まってるんですけど、なんか言えない、コーヒー届いて、言えないそうなんです。で、ちょっと初回特典もちょっと準備したんですけど、ちょっとまだ言えないそうなんで。ですね、はい、でちょっとさすがに今日来ていただいて、こんなもん秋とか言って先延ばしてるだけやんけって なったらちょっと来ていただいた方に申し訳ないんで、トレーラーを用意してまして、ただね、いつもならちょっと英語版をさっき作るんですけど、ちょっとに日本語で作ったちょっとトレーラーなんで、ちょっと海外の人からするとってなるかもしれないですけど、一応英語の字幕も入れてもらったので、じゃあトレーラーを、はい、見てください。
はい、今ご覧いただいたのがですね、来年2024年秋発売予定の R タイプタクティクス 1.2 コスモス の、 あのようやくですけどちょっと私どもから出せた1回目のトレーラーってことになっています。まああの、ね、ネタバレはまあネタバレなんですけど、まあ今回は何て言うのかな、ただのリメイクじゃなくてその後っていうものを足してるんで、でまあ追加要素もちょっと本当はちょっと今日入れたかったんですけど、まあちょっと段階的に情報を出していければと思っております。まあ発売日言えない問屋の事情っていうんでもなさそうですけどね。はい、で DLC たっぷりって、 DLC はねたっぷりですよ。はい、まあそんなこんなでちょっと伸びてて申し訳ないんですけど、あの制作の方はあのおかげさまであのいい感じで勢いに乗って進んでますので、あのぜひ楽しみにしていただければと思います。オリジナルのオープニング、そうですね、あのまあちょっと2タクティクス2にちょっと偏ってると思うんですけど、1のオープニングはねちょっと旧作とはだいぶ違うもんに なるんで、まあちょっとあのもったいつけてるわけじゃないんですけど、まあちょっと段階的に情報を、はい、出していきますんでお楽しみに。すいませんね、ちょっと発売日と値段と初回特典とこういろいろ情報出したかったんでし、まあ、ちょっとスタッフも準備してくれてたんですけど、まあ、ちょっとあの情報出せるタイミングで出していきますので、変坂マス、あ、さっきのありがとう、ドラゴンさんの ドラゴンはちょっと3月4月配信になります。すいませんね、ちょっとドラゴン忘れてませんのでよろしくお願いします。はい、まあちょっとこんな感じで PV もね、あるこれ言うていいかな、さっきまで作ってましたからねちょっとかわいそうでしたね。あのただね、まああのまあ以前いた会社もそうですけど今の会社もそうですけどね、みんなすごいやっぱりちょっと私が拙いというかだらしないのあるんですけどね、あ、分裂波動砲バグとデルタのモデルエージバグ、あ、分裂波動砲のバグ直してますよ、直ってます、大丈夫です、すいませんね、あ、ナーストレンド級作れます、もうあれ気に入ってたんで赤いやつね、うん、はい、出しますんで、でまあちょっとスタッフもね結構ギリギリまであのやってくれてて、なんであのまあ皆さんに少しでもいい形でプレイでしていただきたいと思ってますのでよろしくお願いします。カラオケ弁当食事さん、前作でポシャった DLC 機体たちはどうなる、あ、もう全部あのクランベリーベリーベリーっていうのも入ってますね、ゲインズ4号機5号機っていうのも、僕ねあれなんですよ、 DLC 行きたいって、ね、ナーストレント級とクランベリーブラックベリーとかは覚えてたんですけど、ゲインズ4ゲインズ5って5号機とかっていうのが資料にあって、え、こんなんあったっけって思って、ちょっとスタッフには申し訳ないですけど今作ってもらったんですけど、あ、ムーラ凶暴、あ、皆さん詳しいですね、僕は逆に昔の資料を見てこんなんあってんやと思ってたりするんで、あ、パンチョスさんありがとうございます。 PV 制作お疲れ様です、かっこよかったです、ありがとうございます、スタッフも喜んでると思いますわ、ありがとうございます、ガッツポーズして関わったスタッフね、本当良かったですね。はい、ではちょっと次のゴルフゲームね。はい。まあちょっとこれ興味ある人もまあ買ってくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあサイドビューゴルフっていう、まあ、ちょっとパズル要素っぽいゴルフゲームっていうのを出してまして、で12月にバージョン 1.0.2 っていうのに、はい、を配信を開始しました。でホール数もちょっと400。でね、ちょっと正直に言うとね、ホールインワン取れないホールがあるんじゃないかっていう問い合わせいただいたんです。4つ、その方4つ、すごく熱心にやってくださって、4つとも取れないんじゃないかっていう。で、ちょっとうちのスタッフでもちょっと、
基本的には全部ホルエア取れるようになってから出荷してるんですけど、ちょっとやっぱりどうしても取るのにすごい時間かかるものがあったんで、そこもちょっと修正しましたね。その狙ってる回数ぐらいのプレーでホールインが出るように修正しました。大きくホールのイメージ雰囲気が変わらない形で修正しました。でね、今日この番組でこれ取り上げたかったのは、こうスタッフがプレーこのバージョン 1.0.2 のトレーラーを作ってくれたんですけど、プロモーションの映像ね、そのショットが見事すぎてみんなに見てもらいたいなと思ったんで、ちょっと動画流してください。はい、まあちょっとゲームの宣伝よりもですね、ちょっとプレイがすごいなと思って、まあそれ見せたかっただけなんですけど、うん、あんなショットできるんやんって思う、まあそれだけなんですけどね。はい、見ていただいてありがとうございます。興味ある方ぜひ買ってください。買ってくださいというかプレイしてください。はい、じゃあ次は何でしたっけ。あんまりこれ今日押すとあれですね、アップデートに食い込むんですよね。大丈夫か、11時なんですね。はい、イメージガイドゲーム実況配信中。これはこれはどうすればいいんでしたっけ。イメージアイテムコレクションっていうゲームが、東西ゲームズさんから、11月に出たんでしたっけ。デジタル版は11月に出て、2月に、なんかパッケージ版が出るっていうことなんですけど、まあ僕がイメージファイトっていう、その収録されてるゲーム、昔のシューティングゲームが好きなんで、会社でちょっとプレイしようってなった時に、スタッフが、まあそれなら実況動画にしましょうって話で撮ってくれたんで、で先々週かな、配信しました。一部、タイトル周りとステージ1、2面の途中までですかね。はい、配信 ありがとうございます。テンション低く。あれね、当時のね、同期のね、要するに昔の大阪のアイレムのね、同期のね、ゲームプランナーとかゲームデザイナーもね、見てくれてね、X マルチプライのね、もともと医者と看護師のゲームだったネタは、初めて聞いたって言ってましたね。はい、すみません。で、ステージ2の途中まで行ってるんですけど、その続きもやってまして、またちょっと後日順番に配信していきますという予告なんですよね、これ、このコーナーは。はい、でその後日配信予定の予告動画がある、はい、ということなんで、ぜひ今から流しますんで見てください。で、これで下から来るんですよ。下から来るんで、分かってるから、こう、浴びせとく。なんなら近づいて浴びせとく。はい。もうこんな感じで。おーおーおー。早めに倒したらいいんですよ。おーおーおー。完全に掴んでる。これ、しかもこう、左下から来るの分かってる。あ、もう分かってる。使用書全部、何回も使用書むっちゃ、いけるんで。はい、もう来ました。左下から来ました。このゲームでやらせたいことをなんかやるとか、すごい貫かれてる感じがする。うわ、戻ってきん。ピピピピが来た。
ピコン出てくれ。これこのボスね、はい、このボスねもう悪いけどね、普通に絶対クリアできないですよ。映像が使わないと。すごい、この要求するのがすごいですね、このプレイヤーに対してね。そうですね、こんなとこに行けみたいな。うわー、あのリングレーザー取りたかったんだけどな、ここがいけないんですよ。この装備R5 って R5 って書いてある、書いてある、書いてあります、あれね、はい、いいのかな、このゲームのね、これまあそのイメージファイトのっていうか練習ステージの最後なんですけど、これクリアしたら晴れて宇宙に行けるんですよ、はい、リアルファイトなんですけど、あのパー以上取ってなかった、それは 90% 取ってたらの話、これは。あ、その訓練、そう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 、 90% うわってここで尻尾に追いつかないように、尻尾に追いつかないようにしながら、こっちから行けるんかな、あの出っ張り嫌やな。なんでやっぱり嫌です。あ、ダメだ、やっぱ早くに出てきてくれた、出てきてくれたけど、はい。なんか自分で見ても喋るん下手やなって、滑舌悪いしな。まあでもこんな感じで動画用意してますんで、はい、ピピピ、そうですね。同期でもね、あの初耳っていうのはね、あの僕ね、大阪アイレムって大阪にあったでしょ、大阪と東京と石川にまあ開発室あったんですけど、まあ基本的には大阪のアイレムに入って半年間石川に転勤になってたんで、そこでね、あのその石川の上司に聞いた話とか言うとね、結構だから大阪のスタッフだと知らなかったりするみたいなんで、そういうのもあって、なんか初めて聞いたって書いてくれてましたね。はい、まあ、これあの順次配信していきます。でもね、この実況動画のね価値は何があるかって、僕みたいな下手なやつでもクリアできるよってことなんですよね。違うんすかね。はい、でもあの何て言うの、喋りながらゲームしてるとか、ゲームしながら喋ってたら、なんか必ずどっちかがおろそかになってしまうんですけど、まあ何でしょうね、まあ見ながら、隣にいるスタッフにね、いやこんなことあってんって言ってる体裁で、まあ、やってますんで、またぜひ見てください。はい、今何時なんですか、9時40分。はい、楽しそうなって言ったら、そうです、楽しそうなって言ったらですけど、本当に本気でやってますからね。あ、やっぱ思いますよね、自分の会社のゲームやれよ。R タイプファイナル3下手くそやんけって思われてそうなんですけど、でもね、ちょっと本当にね、お前作ってんのって言われそうですけどね、あの本当に作ってますからね。一生懸命言ってるのがおかしい、まあ、ゲームデザイナーとして仕様書も書いて、ステージも7ステージぐらいは自分で作ってるんじゃないかな、タクティックスイボルブ、嘘かな、9ステージ、そうですね、はい、まあ、担当したステージはその時はうまいんですよ、さすがに、あの毎日やってますからね、何時間もね。ただもともとあんまり向いてないですかね、そのちょっと間が空くとあれってなるんで、はい、ちょっと一生懸命言えば言うほどなんか嘘くさくなるんで、次の話に行きましょう。はい、じゃあ次のコーナー、はい、グランゼーラ重大ニュース、はい、これは何かというとですね、グランゼーラの、スタッフブログのウェブサイトに、グランゼーラのウェブサイトにスタッフブログのコーナーがありまして、
そこで毎年ね、最終営業日に1年振り返って重大ニュースっていう形で、皆さんにご報告するっていうコーナーがあります。っていう体裁なんだけど、まあぶっちゃけゲームの宣伝ですよ、ぶっちゃけっていうとね、はい、で、しかもちょっと今日配信日でしょ、でも昨日これ公開してるんで、僕もこれどっちかで取り上げるのは反対だったんですけど、すごい担当ディレクターにねじ込まれまして、今日いや必ず載せて話してくれって言われてますんで、これ世間一般の重大ニュースじゃなくてグランゼーラの中の重大ニュースです。はい、ではちょっと見ていただきましょう。これ自分でスクロールするらしいんですけど、これでいいんですかね。はい。ね、2023グランゼラ10プラス2。まあこれ10に絞り込めなかっただけの話ですね。で、3月に R タイプファイナル3イボルブドでのを出しましたと。はい、まあちょっとメタバースもそうですし、VR モード、 VR モードって発信シーンを VR で見れるっていうのもちょっと今日動画出せればよかったんですけど、準備してますので、ぜひ、これなかなかいいですよ。鍾乳洞の中とか VR で見れるようになっています。まあ運転席もちろんそうですけど、はい、これでもあれですよね、全部まんべんなく取り上げなくていいんですよね。ですよね。これウェブサイトに出てますんで、ちょっとざっくりだけ。クイズ大臣でしょ。で、まあ、アルタイファイナル3。4月で2周年だったんで。で、来年の4月に3周年の、アップデートをします。はい。っていう予告を。あと金沢競馬ですね。はい、12回もやってるんですね。 G3 ぐらいにならんないんですかね。これ12回やっただけじゃダメなんですかね。 G3 とかに なればいいなと思いますけど、これこのコーナーでも、あ、サイドビューゴルフね、先ほどご覧いただいてよろしくお願いします。あとハイパートルクレーシング、はい、これは外部のスタジオさんの方で開発してるの、まあグランゼラも制作協力してるんですけど、で今アップデート、次のアップデートの準備します。次は6人同時プレイ、8人同時プレイだとか、6人同時プレイの準備してますので、まあできたらちょっと皆さんと勝負したいと思ってます。この辺宣伝ですね。これはちょっと発売延期。まあもともと2023年夏とか言ってたんですけど、1年超過ぎてしまうんですけど。まあちょっとね、アルタイプタクティクス、すごいね。こんな、ここでしか言えないですね。これね、なんで伸びてるかって、僕、まあ基本的にちょっとよく開発遅れるタイプっていうか、遅れる、だらしないとこあるんですけどね、ちょっとね、このゲームの開発は、今までゲームすんごいたくさん作ってきたのにね、どうにもちょっとうまくいかないっていうか、ちょっとスタッフにもすごい迷惑かかってて、ちょっと今までにない経験ですね。すごいな、こんなの白状していいんかなと思って。で、まあようやくちょっと開発の方の今年の夏ぐらいからかな、ちょっと遅れを少しでも取り戻せるようにはなってきたんですけど、はい。まあ当時のスタッフがね、社内にいるからまだやれてるとこもあるんですけど、はい。すいませんね、ほんで発売が遅れてまして、はい。あと、まあ公式ノート。ノートっていう、まあ記事を投稿する SNS の方に、まあグランゼーラの公式ノートっていうのがありまして、そこで不定期に、まあ R タイプのちょっとミニ小説みたいなのがあったり、まあクイズがあったり、あと100万石メモリーズっていう小説を載せてたりします。これは本当の
浅井さんっていう小説家の方が書かれてる金沢を舞台にした、まあちょっとファンタジー小説なんですけど、非常に面白い、すごくいいなと思うし、まあ玉姫ちゃんっていう、まあ、あの江戸幕府から加賀に嫁いできたそのお姫様が主人公なんですけど、まあちょっとキャラクター制作の方でグランゼラなので協力させてもらったりしてますので、でまあ電子書籍として販売してます。でこれはノートだけじゃなくて Kindle とかでも買えるんですよね。はい、なのでまあ興味ある方はぜひ、まあ、Kindle とかは、まとめて1000円とかでまとめて売ってて、でノートはあの1話単位で買えるという形になってます。はい、で金沢ライフマップ、これはあの石川県のあのいいところを取り上げるコーナーなんですけど、これねこのね記事のね見出しがね最初ね4年ぶりに更新って書いてあったんですけど、いやそこ強調せんでくれってその担当ディレクターが記事を書いた人に圧力をかけてましたねっていうことをバラしてます。はい、まあ、街乗りって、まあ、自転車のレンタルのサービスの話と鳥越城ですね。ちょっと鳥越城今行けないらしいんです土砂崩れで、はい、取り上げてますので、まあ、ぜひ見てください。はい、で、あ、ツエーゲン金沢サッカーチームね、プロサッカーチームツエーゲン金沢 J2 で頑張ってたんですけど、ついに、今年 J2 再開が確定ね、 J3 来年は J3 ですっていうのを記事にしようと思ったら、これ僕担当したんですけどね、これもねなんか担当ディレクターが載せんとってくれって言ったんですけど、僕が言いたかったのは J3 になっても応援しますよっていうことを伝えたかったんですよ。でね、当時2014年に J3 っていうカテゴリーができて、初代チャンピオンがツエーゲン金沢だったんですよ。でその時にあの表彰担当企業になってたのがグランゼーラだったんで、やっぱグランゼーラマジックでなんとかこう1年で J2 に返り咲いてほしいと思ってます。あの写真は当時の写真ですね。はい、でまあゲーム実況、先ほどのゲーム実況ですけど、ぜひまだの方見てください。まあちょっとゲーム実況としての出来はともかく、まあ独自の切り口でやってますんで、でまあ、その他あの今年はいろいろイベントの方にも、まあ、石川県内のもあれば、まあ、東京ゲームショウで展示していただいたりっていうこともありますので、まあ、来年も、R タイプタクティクスでのイベントを3、これから来年はやっていく予定なので、ちょっと私有には向いてなさそうなジャンルなんですけど、あのまあ、皆さんとまたお会いできればと思っております。はい。ということで、まあ、ちょっとネットにすでに上がってるもので申し訳ないんですけど、あのこんな感じで、まあ、グランゼラの振り返りを載せてますので、興味のある方はぜひ見てください。はい。で、2024年もよろしく。これ、ここ英語で2024年も引き続きよろしくお願いしますって書いてますけど、この間全部日本語でして、ここだけ英語にしても海外の人何もわからんってことないですか？なんでその困った顔してるのなんですか？はい、すいませんね。はい、では前半はじゃあここまでですかね。後半、出た質問コーナー、これがまた手ごわい、答えにくい、まあ答えにくい言うたらなんですけどね、もう1ヶ月で一番緊張するのがここなんですけど、はい、では早速、はい、質問 R タイプタクティクス1にコスモス、 R タイプタクティクスコスモスの進捗楽しみしております。質問なんですが、なのですが、ボルドガングやコンバイラベーラの画像が公開されてきましたが、原作では、まあ、前作ではですね、原作では非常に使いづらいユニットだった思い出があります。
ベタ移植にはしたくないとのコメントでがありましたが、これらの調整も期待していいのでしょうか。そう、ボルドガングやコンバイラペン使いにくいのはあれですかね、でかすぎる割に、でかすぎる割に、でかすぎるからかですかね。そうですね、確かにでかいですね。まあでもね、そうなんですよ、ベタ移植にしたくないっていう思いとね、なんかうかつに帰れないとこもあるんです。あの分裂波動法のバグとかは修正してるんですけど、当時のねユニットの、ね、全部のパラメータを自分が調整したはずなんですけど、でまあ調整してるときは一定のこうルールっていうかこう計算式を立てて作ったんですけどねちょっと正直怖くていじれないとこもあって、まあ劇的に使いやすくするってことは難しいと思うんですけど、まあちょっとこのご意見自体はあのちょっと改めてそれ踏まえて明日もう一回データ見てみて、まあせっかく作る以上はね使っていただけて、使ってもいいなって思っていただく必要もあると思うんで、ちょっとバランス崩れない範囲でちょっと確認してムーラも強くして、ボルドゲルドですかね、ボボゲっていうの、ボルドゲルド、あれねスタッフがねボルドゲルドのモデル作って、3D モデル作ってるんですけどね、あの若いスタッフに作ってもらってるんですけど、あの彼女のね日報を見るとねいつも笑ってしまいますね。今日はボルドゲルドのモデリングをしましたって書いて、毎回あの長い名前を報告してきてるのを見るとね、なんか申し訳ない気分にこんな名前つけて申し訳ないですって思ってしまいますけど、はい、ミサイルが補給できなかった、あ、そういうことか。あーなるほど。あーそれは、あーそう、あーでも確かにそれちょっと直前にルール変えたからですね。はい、わかりました。それは対応しますわ。ちょっとどう対応するかは考えてみなきゃいけないですけど、あーなるほど。あーそうか、ちょっとやっぱり相談したからした方がいいとこありますね、やっぱり。あ、そうです、搭載数をね今いただいた時僕はそうなんですよ、搭載数を増やすしたらどうかなと思ったんですけど、うん、まあ索敵範囲ですね、索敵範囲はね非常に大事な要素ですからね文字数稼ぎはい、うん、搭載数は効きますよね。搭載数もあれなんですよ、2の時にあの配置中に搭載できるようにしたのはすごく、あの1の時に入れたかったんですけどね、うん、まあ2作る時にすごくあの配置時の搭載っていうのは、うん、何が何でも入れようと思ってね、あのマットのねアピタのねドトールコーヒーで使用書書きましたけどね、そのどうでもいい、その地元の話はどうでもいいって言われそうですけどね、まあそうですね、ああそうか、わかりました、ありがとうございます。これはちょっといいこと聞いたというか助かりました。はい、では次の質問、 R タイプファイナル23イボルブド、アルズミュージアムの R9AX2 と R9 レオの間、何か不思議な開き方をしていることに気づきました。こんな開き方しているのはここだけな上、この箇所ファイナルでは開いていません。あ、そう、もしかしたら AX2 とレオをつなぐミッシングリンク、まさか没機体が、そうなんや。僕ファイナルと同じようにあのミュージアムの中のこの系統図を設定したつもりなんですけど、あ、そうですか、ファイナルとも違うんや。なんかでも理由あって見ながら作ったつもりなんだけど、
なんかこうした方がいいなと思ったんでしょうね。でもその結果意味ありげな、一台座分意味ありげに空いてるんすね。ぶつきたいってことはないですけど、僕あれなんですよ、 AX シリーズ結構好きなんですよ。 AX と AX2 のそのデリカテッセン、ディナーベルとか言って、でこういう中間の機体が好きなんですよ。ダックビル、ダックビルってあの R9 のキャノピーがついてる、でもこう後ろ半分パウアーマーみたいなのも好きで、で AX と AX2 っていうのはあのかなり後の方で作った機体なんですけど、あのもともとファイナルの時ね、うん、なんかこう間にこういうの挟みたいなみたいな感じで。ああ、でもそうですか、その AX3 用のスペースが空いてるってことですよね。なるほど。まあでもな、そうですね、せっかく空いてるならなんかしたいですね。没期待じゃないですよ、多分ミュージアムのレイアウトしてる時になんとなくこうした方がいいなって思って変えたんでしょうね。はい、あ、分かりました。ちょっと AX2 とレオの間ね、はい、でじゃあ次の、あ、すいませんね、今日は最後の質問すいませんね、少なくて申し訳ない。あのいただいてるのは全部あの担当部署に伝えておきますので、要望 R タイプファイナル23ボルブとクラウドファンディング支援者機体や今後の追加確定分も含めると総機体数は118、そろそろアルバムの枠数が足りなくなってきた、プレイヤーの悲鳴がちらほら聞こえてくる頃だと思いますので、アルバムの拡張をお願いいたします。私も悲鳴あげたいです悲鳴あげたいですって。ああ、そうですね、確かにアルバム100でしたっけ、120でしたっけ。ああ、確かに、ああ、そのことはちょっと分かりました。これはあのもう増やせるならすぐ増やせると思いますし、増やせないなら増やせないことないと思うんですね。増やせないとすれば何ですかね、プラットフォーム側の事情でもない限り、まあそんなこと言ってもし増やせんかったらあれですかね、ソニーさんとか任天堂さんのせいになるんですかね。あのこれはあの次のアップデートで、すいませんね、はい、増やせると思ってます。まあ増やせない時の言い訳にも注目でしょうね、増やせなかったら。わかりました、はい、これはあの受けたまわりましたんで悲鳴あげないでください。はい、ということで、あのすみません、取り上げるのが3つしかなくて申し訳ないです。担当部署に、まあ、ちゃんと伝えておきます。伝えておきますって言っても、大部分私の方に来ますけど。はい。で、次は告知のコーナー。はい。いくつあるんですか ?1 つ。はい。じゃあ、お願いします。ん?すいません、ちょっと私読みます。ん?これは、グランゼーラストアっていうのはうちの通販サイトで、出張出店。こんな四字熟語あるんですか?絶対絶命みたいですけど。出張出店。あ、アニメスタ石川っていうイベントがあって、それに出展するんです。グランゼーラの通販サイトが出展するっていうことなんですね。はい。すいません。ちょっとアニメスタのカンペを今見てますけど、石川県が主催してるアニメイベントが、来年1月13日と14日にあるそうです。北国新聞赤羽ホール。赤羽ホールでいいんですか?はい。で、ここに、要するに物販すると。このアニメイベントに、アニメ会社じゃないのに、こそっと
店を出して物を売ろうとしてると。でマグカップもあるし、右のがクリアファイル。このクリアファイルっていう、あれ、こんなこのクリアファイルって売ってるんですか今、うちの通販で。あ、このアニメスタ石川で、あ、マグカップは売ってるけども、クリアファイルはこの時は初めて販売になると。売り切れたらどうなんですか。あ、まだ作れた。じゃあ買えないことはないですね。行かなくても買えないことはないということだそうです。でもこれさすがに石川の人しか行かないでしょ。石川でも加賀市とか小松の方は赤羽ホール行かないんじゃないですかね。河北から白山市までですよ。富山とか福井からも来ないし、白衣からも絶対来ない気が。そんなの言うたら怒られるのか。石川県なんですか。じゃあ長谷博士知事が、あ、長谷博士知事来られるんですか本当にジャイアントスイングやってもらえるんかな。いらんこと言うなって言われてますけどはい。まあこれちょっと無理も言えないんで、近い人で無理ない範囲で来てもらえればありがたいです。これでも物販ブース出すだけなんですか。グランゼ別に展示とかないんですよね。アニメイベントですもんね。はい、まあちょっと興味ある方ぜひ。で行かない方でも通販サイトで買えますんで、クリアファイルはこの13、14頃から販売開始。はい、ということなので、まあ、出張出店ですよ。皆さん覚えてください。この四字熟語試験に出ますよ。出張出店ね。絶対絶命出張出店。はい、ではよろしくお願いします。はい、ということで今年も1年やってきましたけど、皆さんのおかげでどうにか年末を迎えることができました。一方ではですね、ちょっと漫画家ケールの話とか、絶対絶命都市バイブの話を、情報全然出せてないっていうことを、もうちょっと反省に上がってまして、これらについてもちょっと来年、きちっとですね、情報発信していけるようにしたいと思っております。変坂マンさん、ありがとうございます。地域イベント、グランゼーラで生配信。あ、地域イベントの様子を、あ、いいんじゃないですか。首かしげてる。盛り上がればってことですか。はい。ですね。あ、プラムさん、お疲れ様です。タクジス。いや、こちらこそ。すいませんね。例の仕込みもまたちょっと年明け相談したいと思ってますので、あ、準備進めてますんで。まだここで言うって言うあとまた長野に行きます。まだちょっと雪深い間は避けるかもしれないですけど、はいはい、すみません、よろしくお願いします。石川か、すぐには行けないのが辛い。いや、それ無理に来ようとせんでいいっすよ。それと本当遠いですから。はい、で、これ、来年、グランゼーラの集い2024。すごい色ですね、これ。これ何ですか？めでたい感じの色なんですかね。はい。はい、1月26日金曜日です。タクティクスの情報はこれから増えていくと思いますし、ファイナル2、3イボルブドも、まあちょっと3周年ですね。まあファイナル2の3周年に向けてっていうのもあるし、先ほども言いましたけど、ちょっと他のタイトルについても、情報出していきますし、まあ、実況動画も私のほぼ息抜きですけどやっていきますので、ぜひ来年もよろしくお願いします。はい、まあ、年末ね、仕事の方もいらっしゃるし、逆に休みの方もね、体調崩さない、あ、いいですよ、めくっていただいていいですよ。
あの体調崩さないように していただければと思います。はい、ちょっと僕なんかちょっとだけちょっと10秒だけ考えさせてください。なんか言い忘れてることがないですか？大丈夫ですか？はい、あ、プラとうとうプラスが消えた。あれね、あれでしょ、グランゼラの集い3プラスとかプラスプラスで、あれすごい滑ってるのにね、いつまでやるんかなと思ってたんですけど、あのようやくね番組ディレクターが正気に戻ってね、2024で普通のタイトルにすることにしたそうです。はい、翔さんありがとうございます。今年もありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。来年も、あ、じゃあさらなる、あ、ありがとうございます。こちらこそ、皆さんのね、あの健康とうまくいくように祈ってますので、はい、ありがとうございます。まあ、スーパーチャットもです、ありがとうございます。で、まあ、このチャットに参加いただいて本当にありがとうございます。あのこれを私がここでのやり取りがちょっと1ヶ月の心の支えなんで、まあ、質問コーナーという最大に緊張するコーナーはあるとはいえ、あの この番組中だけ私のこうなんていうの、身柄が安全なんで、まあ、言いたいことも言えるし、あの非常にあの私のメンタルにはプラスに働いてますね。ありがとうございます。で、あの皆さんもあの年末年始体調崩したりしないように、来年、ね、皆さんにとってもいい年になりますように、はい、では、今年の最後はシンガーソングライター飯田舞さんが歌う手のひらを聴きながら、R タイプタクティクス2のコスモスという歌の原曲ですけど、聴きながらお別れです。はい、では良いお年を。
強がる僕に君